これどこで仕入れてるんですか、いつも。仕入れです。皆さんこんにちは、トミックです。最近ここいろんな地方の市場行って、海鮮丼だったりお寿司屋さんとか行ってレビューする動画を上げてるんですけど、今回ですね、ちょっと面白いお寿司屋さん見つけたんですよ。水族館の中にあるお寿司屋さんで、この魚が泳いでいる、それを見ながらお寿司を食べられるという面白いお寿司屋さんでございますね。まあ人によってはね、サイコパスだろうみたいなことをね思われる方がいると思うんですよ。 Google の評価が 2.6 なんですよ、っていうぐらいめちゃめちゃ低いと。ただこれって口コミの理由がね、美味しくないとかそういうものではなく、味は普通なんだけど、海の近くにあるお寿司屋さんにしてはっていう評価がものすごく多くてですね。まああと魚を見ながら寿司を食うとは何ぞやみたいな口コミもちらほらあるわけですよ。今回はそこのお寿司屋さんに行って、実際どんなもんなのかっていうのをね、皆さんにお見せしたいと思います。ちなみにそこはですね、福島県でございます。福島県のアクアマリン福島という水族館の中に入ってるお寿司屋さんです。じゃあ行ってみましょう。この中にあるお寿司屋さんなんですよ。で、そのお寿司屋さんがですね、なんと毎週土曜日の11時から15時のね、4時間しかやってないと。俺はね、わざわざ福島に来るのを土曜日まで待ったわけですよ。もうすぐで11時なんですよ。お寿司屋さんもネタがなくなり次第終了みたいな感じになってるんで、おそらく水族館で泳いでる魚から、お寿司を取ってるわけではないと思うんですよ。聞いてみようか。アクアマリン福島という水族館、お寿司屋さんは11時からだけど、水族館自体は9時から開いてます。入り口から入って券売機でチケットを買ってからゲートに入ります。土曜日なので券売所は人混みがすごかったです。なので土日行く人は事前にチケットを買っておくとスマートに入れると思います。ちなみに料金は子供が900円で大人が1850円でした。俺は事前に100円引きで買ってたので、並ばずにそのままピューン。隣にいわきララミューという海鮮市場があるので、そこでご飯食べて、そのレシートで100円引きでララミューで買えます。そして順路があって、水族館本館までは道のりが長いみたいですね。順路に関しては飽きない作りになっていて、水族館だけどここには海産物というものはなくて、まあ、ヘビだったりとかカワウソがいたりとか、そんな感じでしたね。え、カワウソいなくね。あ、ちゃんといましたね。寝てます。そしてさらに歩くと、ようやく水族館本館にたどり着けました。なんか建物おしゃれですね。で、案内図を見たんですけど、飲食店の案内がないだと？俺がね、来たのは、お寿司屋さんなんで、お寿司屋さんがね、ないんですよね。これでさ、実は水族館の外にお寿司屋さんがありましただったらめっちゃ面白くないですか？いや、でも、一応ここに問い合わせしたんですよ。その商業施設なので、撮影できますかっていうのと同時に、お寿司屋さん撮りたいのでって言ったら、施設の一部になりますのでっていう風に言われたんですよ。こん中に入ってると思う。まぁ、ちょっと魚もじっくり見るけど、とりあえず、お寿司屋さんのね、場所を把握しておかないと、お魚を見ながら食べられるってことだから、多分海の、例えばマグロだったり、そういうのが泳いでるところなのかなっていう勝手な憶測。水族館を練り歩いてると、それっぽいのを見つけました。これはカフェっぽい、そういうやつですね。っていうか、どさくさに紛れてあんこうの唐揚げとかあるやん。ここあんこういるよね、まさか。そしてフードコート、多分ここじゃないと思う。だって魚泳いでないし。そして水族館でカレーを見て美味しそうと思ったら、ここでカレーの唐揚げを食えってことだね。うまそう。てか全体的にこの水族館狙ってんね。さらに歩くとガラス張りのエリアに到着。もしかして、もしかして、ここ。なるほど、ここで寿司を買って目の前のデカ水槽を見ながら寿司を食うみたいなシステムなんですね。で、思ってたよりお店が馴染んでて分かりにくいです。どういう風な立ち食いなのかが分かんないんですけど、多分ここからあの目の前の魚を見ながら寿司を食うという感じなのかな。食べてみる価値はあるのかなと。4時間しかないんで、この水族館の奥の方にあるんですよ。途中にフードコートみたいなのあったんですけど、それのさらに奥の奥なんで、お寿司行きたいで行くのはなかなかで、じ
応ね、ここね、水族館の入場料が1800円するんですよ、大人で。で、子供が900円なんで、それプラスアルファの寿司料金なんで、水族館デートしながらお寿司を食べるだったら、ものすごくいいかもしれない。いらっしゃいませ。この単品一貫っていうのはどれでも一貫ってこと？はい。塩めの寿司、これ8貫でこのネタってことですよね。そうです。あ、じゃあこれを一つもらえますか。はい、塩め一つでよかったです。はい、お願いします。これなんか仕入れの関係上ネタが変更になるって書いてあるんですけど、はい、これどこで仕入れてるんですか、いつも。仕入れ市場です。あの福島の中央、あのいわきの。あ、そうなんですね。はい。あと何かございますか。お一人でやられてるんですか。ここのお寿司屋さんは 5,6 人ほど列ができていて、結構人気店と思いきやおばちゃんが一人でやってるお店。注文取って寿司を握って渡してお会計。これ一人でやってたらまあこの回転率は納得。他にもいろいろ聞きたかったんだけど、後ろも並んでるし、まあ、仕事の邪魔になってしまう。そして一人でやっているっていうので聞かなかったです。3650円になります。はい、失礼いたします。お茶とか醤油はセルフで、買った寿司を水槽の前にあるカウンターみたいなところで食べるみたい。後ろにも座る用の席あるけど、泳いでる魚を見ながら食うならここで食えと。水族館で暗めなんで見栄え悪いですけど、それを差し引いてもスーパーのお寿司みたいですね。マジでスーパーの寿司やん。まあ、確かにこれは期待していく人には評価悪いかもな。値段も8貫で1650円。これはそういうエンターテインメントで割り切らないとダメです。早速食べてみましょう。アジ。味もスーパーの寿司。アジ泳いでる？泳いでないね。明らかにそこの水槽にいないやつは脳死で寿司を食べて、私は水族館で君たちの仲間をもぐもぐ食べてるんだよっていうのを思い返しながら食べてください。エビだ。エビに関してはかなり大きいですね。味はスーパーのお寿司だけど、ここの水槽にエビが泳いでたらなお良かったかな。皆さんが行くときは先に何が泳いでるか確認してから一貫ずつ注文するとよりリアリティがあるかもしれない。お寿司食べ終わって、で、ある程度お魚を見たんですけど、水族館の規模としては結構大きい方なんじゃないかなって思うんですよ。そんなに水族館って行かないし、俺が知ってる水族館って葛西臨海公園と沖縄の美ら海水族館しか記憶にないんですよ。福島住んでるよとか来たことあるよっていう方は、ここの規模はこれくらいだよみたいなのをコメント欄にもしよかったら書いてほしいです。よかったなって思うのは、一貫ずつ頼めて値段が均一なんですよ。いくら頼もうがマグロ頼もうが一貫220円なので、まず最初に水槽見てください。で、泳いでる魚を確認してください。注文するときに、泳いでる魚がこれとこれとこれありますかって言って選別したら、泳いでる魚を見つつそれを食えるっていうのが多分本来の食べ方なんじゃないかなと思いましたね。で、興味あるなっていう方はね、ぜひ行ってみてください。このモチベーションのためにグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ポチー。